DCM ホールディングスカーマホームセンター立山、かつてのホームセンター立山の看板株式会社ホームセンター立山は、かつて富山県高岡市に存在したホームセンターを展開する企業。2007年6月1日、カーマにすべての株式を売却し、同社の子会社となり、2008年3月1日をもって同社に吸収合併された。 店舗はいずれも高岡市内に置かれ、野村店、佐野店、高岡駅南店の3店舗で構成されていた。高岡市内では、ホームセンター立山のほか、オスカー、倉屋、ホームセンター、三共ホームセンターなどの激しい生き残り競争があったが、ホームセンター立山は圧倒的な知名度と品揃えから長く親しまれたホームセンターだった。 営業当時の広報活動、宣伝活動としては、テレビコマーシャルはほとんど行われず、新聞の折り込み広告が中心だった。折り込み広告は、カンパニーカラーのオレンジと黒のに色ずりだったが、後にカラーずりになった。2005年頃には、ラジオ番組、コンビニラジオ、相本商店いらっしゃいませの中で、レギュラーコーナーを持っており、 スタッフがスタジオへ出向き、季節の商品の紹介などをしていた。1970年代に立山アルミニウム工業のホームセンター部門として DIY 立山が営業を開始。これがホームセンター立山の前身となる。DIY 立山は社名に DIY を関する通り、日曜大工を支援する小売業者だった。 1980年代に取扱い商品の多様化によりホームセンター立山に社名を変更2002年の4モール高岡の開業に合わせて敷地内に高岡駅南店を出店この頃から出店費用や小売業の形態の変化などにより赤字に転落していた2007年6月1日親会社の立山アルミニウム工業が産教 立山ホールディングスとして経営資源を集中する方針に転換したため、カーマにすべての株式を売却し、同社の子会社となり、2008年3月1日をもって同社に吸収合併された。野村店全景所在地は富山県高岡市野村563のだった。ホームセンター立山の中核店舗。開店当初は、 富山県道44号富山高岡線に隣接する形で店舗が存在した。野村交差点から近く、当時は隣に高岡スケートセンターがあった。当時の売り場は1階と2階。その後の増築、拡張により、店舗は複雑な構造になっていたが、平坦な2階建てに直された。1993年頃、 隣接する水田を埋め立て、新しい店舗を建設。店舗はバリアフリー化され、売り場は1階のみになった。それまでの店舗は取り壊され、駐車場になっている。ホームセンター建山から、カーマホームセンターに移行する際の改装工事により、カーピット、カーコンビニクラブ、ペットショップは完全に姿を消した。現在、店舗はそのまま利用され、 カーマホームセンター高岡野村店になっている。サービステナント所在地は富山県高岡市佐野1189-1だった。隣接していた回転寿司店とともにら地化された。現在はその場所にドラッグフジ士佐野店が移転している。所在地は富山県高岡市下ふす百七375-1だった。 2002年の4モール高岡の開業に合わせて敷地内に出店。最も新しい店舗だった。現在、店舗はそのまま利用され、カーマホームセンター、高岡駅南店になっている。ありがとうございます。